大谷翔平に圧勝したジャッジの mvp 受賞簡単に上回った怪物の選出に驚きの声も大谷との差はあまりに大きかったご視聴ありがとうございます早速今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます軒並み mvp 級の派手な数字を叩き出したジャッジ今期もスターたちによるスーパープレイに彩られたメジャーリーグ そのレギュラーシーズンにおける選手たちを評価するのは容易ではないが、米ローホメディア、スポルティングニュースでは、最も価値のある選手が選出され、小さくない話題を呼んでいる。現地時間10月27日、米スポーツ専門メディア、スポルティングニュースは、選手間投票で決まるプレイヤー・オブ・ザ・イヤー、年間最優秀選手にアーロン・ジャッジ、ニューヨーク・ヤンキースを選出した。 もっとも、この結果自体は妥当だと言えるだろう、今期のジャッジが披露した打棒はそう断言できるほど規格外だった往年の代打者、ロジャー・マリスが61年前に残したリーグ年間本塁打記録61本を更新する62ホーマーをマークした30歳は、打率31万1131打点、オップス1.111、長打率686といずれもハイスタッツを記録。 ヤンキースを3年ぶりの地区優勝に導いた貢献度も高かった、故に選手間の評価も高まった、同メディアが1936年から実施している同賞において、今年は360人が投票に参加、そのうちの66%がジャッジに1位票を集め、18%で2位となった大谷翔平、ロサンゼルス・エンジェルスとは大差をつける形となった。 日々熱心にメジャーリーグの情報を発信してきたスポルティングニュースは、2022年は明らかにジャッジ賞だったと評価、その上で次のようにアンケート結果を分析した。2022年のジャッジはどのチームも発するような圧倒的な打者だったアメリカンリーグのシーズン本塁打新記録を樹立しただけでなく、軒並み MVP 級の派手な数字を叩き出したのだ。 さらに三冠王にも近かったという事実も忘れてはいけないだろう66%も票を集めた彼は18%だった大谷を簡単に上回っただが圧倒的な差には驚きの声も上がっている米メディアザ・コールドワイヤーのアンドレス・チャベス記者はジャッジが勝ったという結果自体は大して驚くべきことではない 誰もが素晴らしく、歴史的なシーズンを過ごしたと認識していると評した上で、だが、翔平・大谷との差はあまりに大きかったと説いた。ある意味で前哨戦ともいえる同メディアの MVP 争いでは、大谷ではなくジャッジに軍配が上がる形となった。だが、論争が激しさを増している MLB 公式で最も価値がある選手に選ばれるのはどちらなのか。 運命の発表は現地時間11月17日に行われる厚生黒丸・ザ・ダイジェスト編集部ブルージェイズ大谷翔平を獲得ならチームの問題を一度に解決バンキ記者が地元メディアで見解ブルージェイズのバンキ記者イーサン・ディアマンダス氏がヤフースポーツカナダでブルージェイズが大谷翔平選手エンゼルスをトレードで獲得するというシナリオに言及 大谷と契約できればチーム最大の問題が一度に解決するとの見解を示したブルージェイズは今季2年ぶりのポストシーズン進出を果たしア・リーグのワイルドカードシリーズ3試合制でマリナーズと戦っただが初戦を落とすと第2戦では5回までに8対1と大量リードしながらも最後は逆転を許し2連敗で姿を消した リアマンダス記者は、ファンは何かを変えなければならないと思っていると綴り、チーム改善に向けた考察を行った、その中で超大型トレードがあるとしたらという仮定のもと、さまざまなシナリオを検討、その一つとして、二刀流の大谷とボービシェット遊撃手菊池雄星投手のトレードを提案。 来期終了後にフリーエージェント、FA、権を取得する大谷を獲得するために、FA 権取得まで4年を残すビシェットを手放すのはリスクがあるがあるとする一方、今期から3年契約で加入して活躍できなかった菊池の放出も含まれるのであれば、多少は理にかなうと主張した。 そして、契約の問題は別にして、ブルージェイズは大谷を獲得できれば、ブルージェイズが最も必要とする先発投手と左打ちの問題を一度に解決できる年。さらに日本人の天才二刀流選手との契約となれば、MLB 史上最も注目されるオフシーズンにおけるトレードの一つともなるだろうと話題性もあると綴った。大谷翔平が打倒評価を受けたシルバースラッガーで物議。 打率1割台のベテラン捕手の選出に異論、球界で最悪の打者だった、笑えるなと皮肉も、メジャーリーグは現地時間10月28日にフィラデルフィア・フィリーズとヒューストン・アストロズによるワールドシリーズが開幕、今月7日から始まったポストシーズンも文字通り終盤戦を迎える、そうした中で、レギュラーシーズンの活躍を評価する各個人賞の行方も話題を集めている。 現地時間10月27日には MLB、公式サイトでシルバースラッガー賞のファイナリストが発表され、二刀流で異彩を放った大谷翔平、ロサンゼルス・エンジェルスは指名打者とユーティリティの2部門でノミネートされた。打撃のベストナインとも呼ばれるシルバースラッガー賞は、その名の通り、最も攻撃的な選手を表彰するものだ。 全3 9球団の監督とコーチの投票によって打撃成績などを加味して受賞者が決定される、今季のレギュラーシーズンにアメリカンリーグ4位の34本塁打を放ち、打率点273、95打点、90得点、オップス875を記録した大谷は、メジャーで日本人選手史上初の2年連続30本塁打以上をマークした実績を踏まえても、十分に評価に値すると言える。 今回のノミネート選手たちは往々にして打倒と言えるのだが、一部で物議を醸す選手も選ばれている。アリーグの保守部門に入ったマーティン・マルドナード・アストロズだ。36歳のベテランは、ワールドシリーズ進出を果たした最強軍団を支える扇の要として確かに貢献した。しかし、ことシルバースラッガーとなると違和感を覚えずにはいられない。 というのも、今期の彼の打撃成績は最も攻撃的な選手のそれではないのである。以下が主な打撃スタッツだ。打率186、本塁打15、打点45、出塁率248、長打率352、 その他に保守部門でノミネートされたサルバドー・ルペレス、カンザスシティ・ロイヤルズは、打率点2 5 4 23本塁打、出塁率292、長打率465もある、今年は不振だったとも言われる彼と見比べても、マルドナードの成績は、やはりファイナリストとして懐疑的にならざるを得ない。現地でも守備的保守とされてきたベテランの選出には異論が噴出している。 米メディア、優等ストリート・レポートなどに寄稿しているディロン・アトキンソン記者は自身のツイッターで、マルドナードは打率点186、出塁率248、長打率352でシルバースラッガー賞のファイナリストになった。笑えるなと皮肉を投稿、また、カナダで執筆活動をしているブレンダン・ヘイスラー記者も自らのツイッターにこう記している。彼、マルドナードは一体なんでノミネートされたんだ。 毎日試合に出たレギュラークラスの選手の中で言えば、彼はシーズンを通して野球界で最悪の打者の一人だったのに、エンジェルス時代には、投手、大谷を支えた名捕手として話題となったマルドナード。今回のノミネートは、そんな彼をチームへの貢献ぶりをたたえての評価だったのかもしれない。だが、彼の打撃成績を見るに、もしも彼がアストロズに所属していなかったらと思わなくもない。 黒丸ザダイジェスト編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。